ここでは宇宙世紀0090以降の物語を体験。宇宙世紀0096、ネオジオンの残党軍、袖付きの偽装貨物船ガランシェールは、極秘の任務を帯びて工業コロニーインダストリアル7へと航行していた。地球連邦軍の追跡を排除するため、モビルスーツクシャトリアが出撃する。コックピットのマリーダ・クルスの思念を受けて、クシャトリアのファンネルが怪しく動く。準備をお願いいたします。作戦開始です。上手なの出る。残りわずかです。一気に攻めましょう。まったく状況も見えてないんだから。報酬になります。戦闘準備をお願いいたします。上等じゃない。きっちりと固っ。私とてこんな場所でつまずく気は毛頭ない。報酬になります。私は命令に従うだけだ。戦闘準備をお願いいたします。高熱圏帯接近、気をつけてください。上等。逃がさんよ。お前だけは落とす。もらったわ。これ以上はやらせはしない。この私が力負けをしている。終了です。見事な勝利です。出直してきた方がいいんじゃない。任務達成です。
こちらが今回の報酬になります。インダストリアル7中域でクシャトリアとユニコーンガンダムの戦いが繰り広げられる。 NTD を発動したユニコーンガンダムは驚異的な反応速度でクシャトリアのファンネルを切り伏せ本体に迫る。クシャトリアに乗るマリーダもまた自らのトラウマを呼び起こすガンダムの姿に感情を高ぶらせユニコーンガンダムに立ち向かう。激しく切り結ぶ両者だったが、クシャトリアが徐々に押されていく。なおも戦う意志を見せるマリーダ。しかしマスターであるガランシエルのキャプテンスベロア・ジンネマンの合図を見て矛を収める。クシャトリアはユニコーンガンダムの斬撃をかわしメガ粒子砲でひるませると身を翻して戦場から立ち去っていった。ここでは宇宙世紀 0090 以降の物語を